ここからはこのコーナーをお届けします。テレビアニメ 2.5 次元のリリさん、まるまる名場面。はい、私えなこが公式アンバサダーを務めるテレビアニメ 2.5 次元のリリさ、通称にごりりとのコラボコーナーです。放送された回から私が選んだ名場面を毎回紹介していきます。はい、 2.5 次元のリリさはコスプレイヤーたちの情熱やそれぞれが抱える思いや、うん、様々な苦難を乗り越え成長していく姿を描くリアルとフィクション3次元と2次元が交差する熱血青春コスプレ作品となっております。はい、様々な苦難を乗り越え成長しましたね、前回ね。よかったよ、本当に。まあ、ちょっとね、前回あの選んだシーンが、まあ、シリアスというか、あ、そうね、そうね、ちょっとあのしんみりするとこだったんですけど、うんうんうん、なんと今回ね、はいはい、まあ、ギャグっていうのが、うん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 、面白いなって、まあ、確かにね、そのようやくそのママと友達になれて、うん、まあ、合わせとかしてみようってなったら新キャラクターが登場するみたいな流れですからね、今回ね。ちょっとね、前回とは打って変わって、うん、ギャグ回になってると、うん、思います。ということで今回15話から私が選んだシーンはここです。どうぞ。本物だ、出ました、ギャル。はい、やっとやっと出てきた。ところでね、ようやくねメインキャラで揃ってきてみたいな、原作派からするとそうそうそう、ずっと探してたんだよ。みんながどんどんギャルにやられていくし、もうみんながやばい。トロはいい顔してますね。そう、前回までノノアがその歯を食いしばってるシーンあんなに悲しかったのに、今回もギャグとして処理されてるのが可愛らしいっすよね。それで友達になりたいなって。友達、ノノアのアカウント見つけたんだ。アリアのまつげの描写すげえと思ったんだよ。ギャルだから、そうそう、ギャルとして持ってある感じというか。そう、お前って言ってるしね。今回ノノアがツッコミ役なんですよ。そうそうそう、コミカルなね。しかもなんか一歩成長して完全にいい子になったじゃなくて、ちゃんと心の性格はちょっと悪いのがいいね。いいキャラだよ。恐るべし陽キャのうち、ギャグじゃん。あんなにいろんな思いがあって乗り越えた上で、何も知らないみたいだ。ついにもう手出しちゃってる。ちゃんと止めようとしてるもんな。まさかリリエル外伝こそじゃないでしょ。それじゃ一緒に。そして怒りに転じるとペラペラ喋れんだな。確かに。なくてもアベンジャーズって感じで、あれはマーベルつながりなんだよ。あ、正しいツッコミ。ダメだ。意外と正しいツッコミができる。この顔マジで好き。あんなにシリアスだったのに完全ギャグになったよ。それも含めてジャンプの少年漫画って感じがするんだよな。前回まで宿敵だったやつが突然ギャグキャラになるのが、そう、少年ジャンプ。確かに確かに、そう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 。これなんで選んでくれたんですか、このシーン。いや、もうやっぱね、前回とのギャップがすごかったなと思って、面白いかなと思って選んだのと、あんだけもうね、こうなんかビクビクしてたノノアが、うん、こんなにコミカルな表情とか、ツッコミ役になってくれるシーンが、ね、うんうん、面白くて、うんうんうん、愛せるなと思ったんで選びました。そう、ね、ぐっとみんな的にもノノア可愛く見えてるだろうし、しかもここで今まで基本的にはオタクがオタク同士でテンション上がったりちょっと落ち込んだりしてたのが、うん、突然そんなに今んとこ漫画に興味なさそうギャルが出てくると、うん、そうで、ちゃんと拒絶反応してそう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 、オタクらしい反応してね、いいギャグ回でございましたね、はい、ということでこのシーンも見られる第15話は現在各サイトで配信中でございます。ぜひぜひご覧ください。続きまして、テレビアニメ 2.5 次元のリリサからのお知らせです。はい、今回ご紹介するのは、まずはエンスカイより2025年1月発売予定のおまんじゅうにぎにぎマスコットです。おまんじゅうにぎにぎマスコットだ。全8種類でマイクロビーズが詰まったおまんじゅうのようなマスコットです。柔らかい手触りでにぎにぎすると癒されます。その名の通りのおまんじゅうにぎにぎマスコットだ。触っていいのか、これ。プニプニプニ、にぎにぎしといたらせっかくだから。え、いいの、いいんじゃないですか。どうすか。なんかそのひよこみたいに持ってるけど。えなこさんの忙しい毎日を癒すにぎにぎおまんじゅうマスコットが少し表情を柔らかくしてくれる。安心する。安心する。よかった。すごい気持ちいい、これ。あなたの生活もきっとね、癒しを与えてくれるでしょう。ちょっと頭蓋骨へこんじゃったね。にぎにぎしちゃったからね。にぎにぎしちゃったからね。そして次にご紹介するのは、同じくエンスカイより和服メイドの書き下ろしイラストを使用したグッズです。和服メイド衣装の新規書き下ろしイラストを使用したアクリルスタンドや A4 クリア
アファイルトラベルステッカーが現在エンスカイショップやアニメートなど各 EC サイトにて予約受付中です、うん、またこちらのイラストを使用したビーニタペストリープロマイドセット缶バッジコレクショントレーディングアクリルキーホルダーが11月15日より全国ジャンプショップジャンプショップオンライン限定で発売します。いやまあ多分読んでる間に皆様にはタペストリーをご覧いただいたと思うんですけど、うん、結構なサイズ感でね、私もこちらにこう貼ってもらったのさっき見ました、ね、なんかそれぞれ、ね、なんか 色違いと言いますか、担当カラーみたいな感じで可愛かった、そうそうそう、集めて嬉しいということです、うん、さらにですね我々の、目の前にはですねアクスタでございますね。かわいい和服のデザインが可愛らしくてね、こちらねちょっとこうメイドっぽいという、そう和服メイドなんだよね、もうコスプレイヤーっぽい、うんうん、ああなるほど、うん、確かに確かにその方向性としてあるやつなんだ、そう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 、コスプレをデザインして、そしてこちらのイラストを使用したこちらのねブロマイドセットもございますよ、うん、やっぱり逃げちゃう合間に触りたく、もうすでにアクスタの話になってたのににぎにぎしてんだやっぱり。いやね、あのアクスタもそう可愛いんですけど、やっぱねこれ両手でやってみて、両手で持ってにぎにぎ、あかわいい、そう握っても癒されるし、なんと優しい気持ち、そうこれ積むとねめっちゃ可愛いねこれいっぱい揃えて積んでほしいですねこちらね、はい、ぜひぜひお願いします、うんうん、ということでエンスカイより発売予定のおまんじゅうにぎにぎマスコットと和服メイド書き下ろしグッズでした。はい、ということで今後も、このコーナーでどんなシーンが見られるのかも含めてお楽しみに。以上テレビアニメ 2.5 次元のリリサ〇〇名場面でした。